菅前総理大臣は昨夜、BS フジのプライムニュースに出演し、盟友安倍元総理の死去について、涙があふれる思いと胸中を語りました。胸だって聞いたもんですから、はい、万が一のことを考えて、同じ空気を吸いたいという感じでした。菅前総理は時折言葉を詰まらせながら病院に駆けつけた時のことを語り、その場で安倍元総理に対して感謝の気持ちとお世話になったという思いを言ったと明らかにしました。一方、参院選後の開催を模索していた自身を中心とする政策勉強会の発足については、こういう状況になったからいろいろ考えるところがある、新たに派閥のような形で立ち上げることはないと述べました。